続いて特集テーマはこちらです。アメリカ再び利上げ、円安圧力と日銀のジレンマです。ここからは JP モルガン証券チーフエコノミスト藤田彩子さんと分析していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 えまずは先ほど終了しました FMC の声明そして FRB のパウエル議長の記者会見について藤田さんが注目したポイント二つ挙げてもらいました高幅バイアス維持そして決定はデータ次第ということですがそれぞれどういった点が注目ですかはいあのパウエル議長もおっしゃってたんですけれどもインフレを低下させるには雇用市場のある程度の軟化が必要だとただこれ歴史的に証明されてるんですけれどもまだ見られていないとうん、うん、で成長も やはり想定よりも強くてスタッフはもはや景気後退を見込んでいないということですのでやはり目先に関して見ればやはりあの高波バイアを維持せざるを得ない、まあ、追加利上げの可能性を排除していないというふうには見えます。ただそれも やっぱり決定はデータ次第とということですよね、はい、あの9月の会合までに2回の雇用統計と CPI それから経済活動データがいっぱい出てくるということですので、まあ、パウエル議長、先行きの動きに対して現地を取られるようなことは何も言わず、はい、あのデータを見て判断していくといったような姿勢を示していました。 そのデータに関して直近の数字ですね12日に発表されましたアメリカの6月の消費者物価指数 CPI なんですが1年前と比べた上昇率が3.0%で2年3ヶ月ぶりに4.1%割り込みました市場はこれをインフレ懸念後退と見て楽観に傾きましたが藤田さんはこの数字どう捉えていますかはい、このインフレ率必ずしも FRB にとって安心な数字ではないと思うんですね<え>パウエル議長あのやはり先行きを並う上で一番大事なのは小足 だという形で言ってましたけれどもこちらはエネルギーと食品を除いた指数ですね、はいはい、こちらはまだ4.8%とまあ,あのまだ高止まりしている状態にあります、うん、で、今賃金も4%台半ばで伸びてますのでここから整合的に見られるインフレ率コアのインフレ率大体3.5%くらいまでまあ、このぐらいまでは下がってくると思うんですけれども、はい、やはりこっから先その先2%に下がってくるのかというところは、うん、雇用統計20万人増とまだ引き続き強い数字ですので ちょっと確信が持てないということにはなっているんじゃないかなと思います、はい、あの金融を引き締めるにはです、ねまあ、方法が2つあると、まあ、1つは利上げですねで、もう1つはこの量を縮める量的縮小、まあ、QT といっているやつですね、はいえー、こちらが FRB の,の資産の推移なんですけれども、この QT、去年の6月に始めました、で現状、そのピークから、ね、6000億ドル以上減っているわけですけれども、これ、当初の予定では1兆ドル以上減るはずだったわけですね。うん、まあそれが3月の地破綻などで、まあ、臨時にこの資金 資金を出さないといけないということがあったということでまあ現状まだ資金が潤沢のままという状態なわけですけれども藤田さんどうでしょうこうなるとですねやはり量が締まらないと売上げは長期化するという議論もありますがいかがでしょうはい、おっしゃる通りだと思いますあの春先のやはり銀行問題でちょっとバランスシートの縮小を遅れたといったところは事実だと思いますただやは,やはりバランスシート縮小の影響がどういった影響を与えるのかというのかまだ不透明感が高いということもありますので比較的これは慎重にやりたいと といいう,うに考えてるんだと思いますただ、おっしゃる通り、ありこういった流動性が潤沢な中で、まあ、マーケットが比較的こう楽観に傾きやすくて金融環境が緩和しやすいという状況になってきますと、まあ、これに対応する形で結局、利上げをしていくと追加利上げと、まあ、インフレに対して利上げを懸念に対して利上げで対処していくとそういったような形になる可能性は非常にあのまだ全然残っているんだろうと思っています。 もろもろのお話を踏まえた上でですね藤田さんが今後、FRB がどう動くかを伺っていきたいんですが、まあ、こちらのカレンダーがですね、えー、今後の重要日程ですね、まあ、8月下旬のジャクソンホール会議でのパウエル議長講演をはじめ、まあ、FMC がですね、えー、年内もあと1、2、3回ですかね翌、はい、年もこういった形であるわけですが、まあ、藤田さん、どうでしょうどう動きますか、はいまあ、データ次第というところではあるんですけれどもまあ一旦はやはり打ち止めということを見てもいいのだとは思います。ただやはりリ リスクとしては、まあ、今回のように、まあ、結局、景気の底堅さがって改めて確認されたということになりますので、まあ、これがインフレの再加速につながっていって、まあ、利上げ追加利上げを余儀なくされるといった可能性はやっぱり依然として残っていると思いますのでやはりちょっとリスクは追加利上げの方向で、うん、年内の利下げというのはまあ到底見込めないというふうふに考えて今のところはいいんじゃないかと思っています。はい この後は、日銀は金融政策の修正に動くのか、藤田さんと展望します。引き続き、JP モルガン証券チーフエコノミスト、藤田彩子さんにお話を伺っていきます。ここからは日銀の金融政策を展望します。今日から日銀の金融政策決定会合が始まりまして、明日、結果発表とそして上田総裁の記者会見が行われる予定です。